ショーン・フィッツパトリックショーン・フィッツパトリックは、ニュージーランド・オークランド出身の元ラグビー選手。英国放送協会解説者。オーオン・ツム。ポジションはフッカー。オークランド州代表選手、オークランド・ブルースに所属。1986年から1997年まで、ラグビーニュージーランド代表オールブラックスに選ばれ、代表92キャップ。2010年に、 リッチー・マコート・ミルズ無理合いナに破られるまでオールブラックス最多出場記録を保持していた。1992年から現役引退をするまでオールブラックスキャプテンを務めた。父親のブライアン・フィッツパトリックも元オールブラックス。1997年に現役引退。1997年にラグビー界への貢献によりニュージーランドメリット勲章を授与されている。 2001年にラグビー殿堂入り。現在は英国にわたり BBC 放送、スカイスポーツのアナリスト兼解説者として活動している。クラシックオールブラックス団長として2007年5月に来日している。ありがとうございます。